こんにちは。今日は風の影響についてです。キャリーの距離にもろに影響する風、風の強さでキャリーの距離を調整したり、強風だとクラブを変更する必要もあります。風には真横からの風、真後ろからの追い風、真正面からの向かい風、斜めからの向かい風や追い風などいろいろです。今回はもも自作の練習コースで正面からの向かい風の影響についてご覧いただきます。自作練習コースを使うのはドライビングレンジだと風の強さ、向きがランダムでなかなか真正面からの風が吹いてくれないからです。自作コースなら好きな方角に好きな風量で何度も試し打ちができます。今後別動画で横風や斜め風、追い風についても取り上げる予定です。また簡単に自作コースを作る方法も今度ご紹介しますね。では早速ももの自作練習コースへ行きましょう。まずは風をゼロにして標準的なキャリーとランを見てみます。これは後で逆風の影響がどの程度出るかを見るためです。ティーボックスから打つのでライによる距離のロスはありません。また高低差も一切ありませんので、普通にフルスイングすれば表示通りのキャリーが出ます。なお計測は目測、パワーも 101% になることが多いので計測結果には多少誤差があることご了承ください。ドライバーからロブウェッジまで全て打ちます。退屈でしょうからここからは倍速で進めます。風なしの結果は一覧で結果をこの後出します。ランの距離はご自身のクラブで確認してみてくださいね。では再びドライバーからロブウェッジまで順番にこの逆風の中で打ちます。途中で風速が若干増減します。この普通の風の中でどのくらいキャリーランにロスが出るかは打ち終わってから一覧で紹介します。今ご覧の風速はオンライン対戦でもよく出てくる設定です。この動画の一番最後にお見せする微風の時と合わせて覚えておられると役に立つかと思います。しばらく退屈な映像になりますので、結果が気になる方は早送りしてくださいね。
結果はこの通りです。この表の見方を簡単にご説明します。今回は風速は多くの場合で6マイルでした。逆風ロスというのは無風の時に比べて何ヤードキャリーの距離をロスしたかです。ランロスは無風の時と比べてランの距離がどの程度ロスしたかです。右端のロス割る風速というのは風速1マイルにつき何ヤードロスしたかを表すものです。この数字が1なら1マイルの風で1ヤードのロス、数字が2なら1マイルの風で2ヤードのロスをするということになります。この数字を見ても分かる通り、普通の風の場合はドライバーなら表示されている風速の 1.8 倍くらいのヤードを失うことになります。これは風速を2倍して1割引けば簡単に脳内計算できますね。7番アイアンからアプローチウェッジまでは 1.67 倍です。これは風速表示の3分の2相当を表示されている風速に加えてあげれば早く計算できます。さて、ここから風がさらに強くなったらどうなるでしょうか。強風になって風は時速10マイル以上になります。この設定はオンライン対戦ではあまり出てきません。ただし、いろいろなコースを回る際にはちょくちょくデフォルト設定になっています。逆風で強風ですと飛距離の出ないクラブを使っていると結構厳しくなってきます。ここから再び早送りいたします。結果はまた一覧でご覧いただきます。できれば強風ラウンドは避けたいですよね。念のために補足いたしますが、今回のフェアウェイは平坦で標準的な硬さと速さです。グリーンに直接落とす場合はグリーンの硬さと速さによってランは変わってきます。ご想像の通り、一般的にはフェアウェイよりグリーン上の方がランの距離が出ます。またロフト調整はご覧の通り一切行っていません。結果はご覧の通りとなりました。普通にフルスイングすると基本的にこの強風の中では平坦な場所では表示されている以上のキャリーは出ないということです。ドライバーは表示風速の2倍ちょっとのヤード数をロスしました。7番、8番、9番アイアンも風速表示の 1.9 倍のヤード数のロスになります。ユーティリティはやはり逆風に強いのが分かりますね。ランの距離もアイアンは半分以下になりました。ウェッジ類のランはほぼゼロです。風速が13マイルくらいに増えるとさらにロスする割合が大きくなりそうです。では弱風と超強風の場合については先に結果を発表いたします。実際の動画は通常速度で付録として動画の最後に載せておきます。まず超強風の場合です。結果はこの通り、さらにキャリー距離のロスする割合が上昇しました。キャリーだけでクラブ1番手分以上、ランも含めると2番手くらい植えないといけないようです。こちらは弱風の時の結果です。ご覧の通り、今回は風が1マイルあるいは2マイルの風速というごく弱いものでした。この場合は表示風速と同じくらいのヤード数をロスすることが多いです。ただし弱風でも4マイルくらいになると少しロスするヤード数が増えますのでご注意ください。最後に風の強さの変化によってどれだけキャリーのヤードがロスするか、この変化を一覧にしたのがこちらです。数字は風速1マイルごとにロスするキャリーのヤード数です。風が強くなるに従ってロスする割合が加速度的に増えていくのがお分かりかと思います。この逆風による影響がある程度分かっていると距離を合わせるのが随分と楽になります。今日もご視聴ありがとうございました。この後超強風と弱風の実際の映像を付録としてつけておきます。
またお会いしましょう。
Thank you.